こんにちは、くんです。ということでやっていきます。これ、大丈夫これ。一匹狼が全部見えるだから、まあ、潜伏で OK ですね。狂信者潜伏しましょう。市民に人狼による内知りのうち、カレド1、陽子1、狂信1、キツネ1。あれ、陽子いんなマジか。陽子いるのか。了解。はい、行きまーす。フェイシロ、ロディシロ。延長希望。ノーシレーロラじゃないかな。延長希望。霊能狂信じゃね。てか、いや、方針決まんないぞ、これ。霊のロラしてる間にこれとりあえず霊とかしに行ってもらえばよくないか。すげえな、アンナが黒か。占い どういう感じになった。ジェシカがフェイシロで、エマはロディシロ。全然囲ってないのか。延長希望。延長希望。うん、予告。延長希望。延長希望。延長希望。俺、どうしよっか。俺、新聞、ロラさ、持ってっか。ロラ、相手の対抗、ロラさせるか。一匹狼が釣られたらまずいもんな。初日ゾーンはいらない発言、占い噛む噛まないではなく、延長希望。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 カミラの X で言うと、
うん。いや。カミラが、初日ゾーンいらない発言。ジェシカは初日ゾーンいらない発言に賛同したんだ、したんでしょ。ジェシカは予告かゾーンの話ならないなら、ん？カミラの思考を、別に新聞出ちゃってた。うん、おすごいね。片白から出るか。ああ、ロディ強振か。1分前。私、強振なら、エマ初日囲ってなさそう。 J が占いされるっていう。ジェシカはフェイシロか。30秒前。10秒前。てか、ジェイ占った方がいいんじゃねえかな。ちょっとログ押さえてます今。ちょっとあんま言ってなかったけど。
30秒前。とりあえず霊能先潰したけど、どうなんだこれ。なんで黒出ちゃったの。ま、9人になるか。もしあれなら9人になりうるな。いや、あの、で、狐が解けたら9人になりうる、これ。配信者だったら。配信者いたら9人になる、これ多分。30秒前。配信者のメリットなんだ?よくわかんないな。お、これは。呪殺か?これ、エマ呪殺か。え、でも違う、わかんない。え、呪殺じゃないな、これ。道連れで死亡。うん?え、じゃあ噛めなかったってこと?あ。延長希望。延長希望。延長希望。合わせられなかったので知らん。確定か。人狼襲撃されて死亡。G の道連れで死亡。道連れって何?え?延長希望。道連れって何?じゃあフェイ猫噛んだのか。すまん、納得。え、一体これ何なのこれ。ちなみにこれ、これどういうこと。え、どういうことこれ。道連れって何。え、ちなみに、ちなみに意味わかんないよ。え、どういうこと?もしかして、J が一匹狼だったってこと?占い何これじゃあ。これ占いに配信者出てんの?一匹狼潜伏したのこれもしかして。そういうことか。わけわかんなかった。うん。え、絶望じゃん。なんで潜伏したん?マジか。そんなんある?一匹出ないとかあるか?しかもそれで猫で死んでくってこと?アホでしょ。やばいな。J 黒は確実だろ。でも
うん、あんな釣りで。うん、うん、あー、キツネいるけど、これすごいことになるな。占い多分殺すことになるな。うん、 G 占いを どうするかな。呪殺どこ入れるんだろう。うん、バニラはしかも占われるか。フレディ強心もない、ほぼ村。すごいね。1分前。
キツネはとりあえず溶けないね。30秒前。10秒前。難しいな。30秒前。10秒前。さあ、なんで霊能で出たか。ジェシカはなんだろうなぁ。これ、ジェシカ背徳だったらいいんだけどなぁ。これバニラ溶けたら最高だよね。バニラ溶けたら7人ね。ジェシカ釣りで5人。あ、バニラ溶けたらジェシカ噛まれんのか。これやばいな。あ、これやばいかもな。バニラ溶けたらジェシカ死ぬのか。まずいな。30秒前。まずいな。普通にまずいな。よし、死んだ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 。で？今のこの前、これまでの占いはカミングアウト、ジェイ黒とロディ白だけか。あ、あーごめん、圧迫。カミングアウト。どうするか。延長希望。ジェシカ配信か。ジェシカ配信が透けてたのか、ローラは。一匹狼が、だったらどうするかか、ローラが。相方位置がジェイ。というか、
狩り強心。うん、これクロスする意味あんのか。まず狩人ログ用意してる。強心噛み残ってたら誰かな。これ黒にあんのか。狩人日記書く必要すらなかった。崩壊目線 J キツネエマシンロディシンスケってたらロディ買い抜かれる恐れない。
1分前。アンナ・シンなら10秒前。神ラスリーじゃなかった、ローラスリー、失礼。これ行った方がいいかな。一応言うか。10秒前。人狼アンナ一匹狼 J 当てれてたら許されるかな。これが当てれると思ったから俺強心で使用したんだよね。あと割とショーンとアンナに LINE 作ってきてたからここまで。まあエマ抜かないと許されないからな。ここショーン黒ってバレちゃうから大丈夫か。エマ抜けるか。まあ抜かなくてもいいけど最悪。よしよし、抜いた抜いた、オッケー。カミングアウト。どうだろう、俺が一匹狼だったら狂心がどっちか分かってるのか、俺が黒だったら狂心がどっちか分かんないのか。まあいいだろう別に、ショーンは分かるだろう、なんか分かってくれそうな気がするから無視しとこう。まあ、強心しようどうだったかな。まあ、でも、そうだよな。メアリーに縄寄せるって難しいもんな、強心で。それか、俺とローラでバトって強心し、バトった方がまだいいよな。ロディ釣りする必要ない可能性あるから。あと最悪俺に黒を追ってくれる可能性すらあるからな。最悪俺に黒を追ってくれる、俺が一匹狼で狂心噛み残したみたいに。まあほどほどに占い吸ってまあいい感じに持ってけたかな今回は。まあまあでした。ローラの仮太鼓出てよかったね。まああとはもうショーンの腕前次第ショーンの腕前ですね。まあ、相互投票してもらえれば。J 一匹狼に逆に良かったな。
マイク・カリウドの2、二人外カリウド衝動が回るはずで、その視点持ってて、メアリー狂信否定できるかな。初日のメアリー占いロラ推しだから、占い一匹想像する狂信像ではない。延長希望。まあ、カリウド持ってけたし、いいでしょ。メアリーに関して白人が寄りで見ていたし、初日のログのひどさ的に。決め打ちほぼ、最近決め打ちほぼ勝ててんな。いいことだ。決め打ちあんま負けんぞ。でもなんか狩人噛みたかっただろうな、マイクあたりで。まあ、猫股噛んで一匹が溶けてよかったかな。J 一匹って気づかなかったもんな。なんで新聞配達 CO なんかしちゃったんだろう。意味わかんないよね。新聞配達 CO したのって何だったの。新聞配達そんな新聞配達出したかったの。フレディのアンナが死んって言ったのは狂信アピールだと思うんだよな。まあまあそうですね。延長希望。メアリー擁護しログ作っとけばよかったな。メアリーを擁護するログ。あんまり触れてないんだよね、ショーンにもメアリーにも。初動若干ショーン擁護するような発言してるけど、擁護でもないな、正直。3で、あんな釣り発言じゃあんなはジェシカに死んないって言ってるぞ。1分前。どうだろう、メアリーに負けそうかな、ショーンは。まあ負けてもまあ最悪 RPP に持っていけるからいいんだけど。30秒前。アンナとのラインを切る必要はないです。レインに触れる意味が無駄ならないなら、ショーンの思考なら普通、思考はレインのクラスですね。アンナの感じもないでしょう。10秒前。さあどうなる。あーマジか、まあ、しょうがないね。メアリー・ショーンのバトルに負けてしまったということで、よし勝った。まあまあまあよしとしますか。てか一匹潜伏がやばかったな。はい、ジジです。バイバイ。